見ていただきたいと思います。これ今ちょっと人が水の中ではもう引っかからないように歩きます。で、水の中わからないから足を上げて水をかきながら歩いていく。それから大きな岩やなんかがあっても歩ける車法でございます。 4体から5体です。ですからその間隔が開かないと思います。はい、構え！